シバミア賞の不思議な女の子騒動。話変わって、10年以上前に郡山の丸宮小学校の有名な話だが、これをガチで体験したやついないか？詳しく聞いてみたい。俺体験者だよ。今36の俺が小6の頃、シバミア賞の不思議な女の子騒ぎな。給食時間前の昼休みに、明らかに生徒に見えない女の子が校内を徘徊してるから、関わらないでって校内放送があった。しばらくして先生が来た校舎の3階にある女子トイレまで追い詰めたらしい。それを聞いて俺と友達はトイレの窓を見てたら、そこに身を乗り出した女の子が見えたよ。そしてすっと引っ込んだ、その本のすぐ後に先生らしき人が同じく窓に見えた。後で聞いたら女の子を追い詰めたと思ったらふっと見失い、てんてこまいになったと。それ以降その日は現れなくなったので一段落ついた。後日全校集会でいたずらに騒がないよう落ち着くようにと、校長が話してそれで終わり。あとはまことしやかに、交通事故死した女の子がさまよい出たとか、座敷わらしだとか噂になってた。サンクス。24年前のことなのか。新聞やニュースにはならなかったのかな？なるだけ騒がないようにってことで、教職員示し合わせて外に漏れないようにしたようだ。外部で話すのは学童のみなので、特に騒ぎにならずに終わったみたい。ちなみに題名は忘れたけど、ある実は恐怖は本にこの話がもっと詳しく載ってる。今考えると、もし給食後だったら、飲食物等に幻覚を引き起こすものが入ってたとかになりそうな出来事だけどね。どうにも不思議な出来事だったよ。変なおっさん。先日あることがあって思い出してしまった話があるので書きます。十数年前の話。週末に前奏で朝まで打とうと思っていたが、かなり負けが込み、2時頃になってほぼおけらになってしまった。マスターは、始発まで休んで行きなよと言ってくれたが、かなりカッカ来ていたので断って店を出ることに。さあ、始発までどうしようと思いながら自販機でコーヒーを買い、道端に座って休んでいると後ろに気配を感じた。振り向くと、頭のハゲかかったおっさんが、すぐ後ろのビルに寄りかかってこっちを見ていた。あれ？いつの間に？と思ったが、特に気にせずコーヒーを飲んでいた。するとボソボソっと後ろから何か聞こえた。独り言かな？それとも俺に話しかけてるのかな？した。やっぱり俺に話しかけてるのかなと思い、振り向いて何か？と聞いてみた。あなた、私のこと殺しました。ゾクッときた。でも繁華街だけあって明るいし周りにちらほら人もいるので、それほど恐怖もなかった。いやいや、殺してないっすよ。まあとにもかくにも関わらない方が賢明だと思いその場を後にしたが、後ろからついてくる。なんで逃げるんです？私のこと殺したくせに。ブツブツ言いながらついてくる。やばい奴に絡まれたなと思い、とりあえず近くのコンビニへ逃げ込んだ。始発まで立ち読みしようと思ったが、おっさんがコンビニの中までついてきた。人殺し、人殺し、人殺し、人殺し。他に立ち読みしてる人もいるのでいたたまれなくなり、雑誌とチューハイを買ってコンビニを後にした。もちろんおっさんは後ろからついてくる。おっさんは中年太りで腹が出ている。足は速い方なので全力で逃げれば絶対に振り切れるはず。意を決して走り出した。後ろは振り返らず息の続く限り走った。もちろん振り切った。とにかく明るくて人のいる場所へ行こうと思い、近くの公園へ行った。そこそこ明るいし、カップル、リーマン風の男、ホームレスなどこの公園には結構人がいる。ベンチに腰をかけてチューハイを飲みながら雑誌を読んでいた。なんとなく、本当になんとなく後ろを振り向くと、真後ろにあのおっさんが立っていた。今まで無表情だったおっさんがニヤッと笑った。人殺しのくせに、なんで逃げるんです？人殺し、人殺し、人殺し。今まで危ないおっさんと思っていたけど、もしかして、でもなんで俺なんだ？当たり前だけど何の面識もない。もうどうしていいのかわからない。どこへ逃げてもこのおっさんはついてくる気がする。とりあえずここには人がいる。ここで始発の時間まで耐えよう。おっさんの声は聞こえないふりをしてチューハイを飲み、雑誌を読んだ。人殺し、人殺し。しきりに時計に目をやるが、なかなか時間が進まない。チューハイはとっくに空になり、
雑誌の内容はとても頭に入らない。人殺し。人殺し。なんだろう、なんだかわからなくなってくる。本当に俺が何かをやったような、わからない。見てはいけないと思っていたが、ちらっとおっさんを見てしまった。おっさんの顔は見る影もないほどボコボコに腫れ上がり、腹部は血で滲んでいる。もう無理だ。始発まであと40分ほどあるが耐えられなくなり、駅に向かって歩き出した。駅に向かう途中ある不安が頭をよぎった。このおっさんは俺の家までついてくるかもしれない。俺は見るも無残な姿になったおっさんに必死に謝った。もう勘弁してくれ。とにかく俺が悪かったよ。人殺し。人殺し。ごめんなさい。許してください。お願いします。人殺し。人殺し。会話にならない。このおっさんは許してくれない。この理不尽な出来事に耐えてきた俺もさすがに切れてしまった。ふざけんじゃねえよ。俺じゃねえって言ってんだろうがクソハゲ。ついてくんじゃねえよ。この腐れ。罵詈雑言を叫び、自転車など周りのものに当たり散らした。自然と涙が出てきた。なぜかはわからないが精神的に限界に来てたんだと思う。おっさんはニヤニヤしながら黙って俺を見つめている。しばらくすると警官が二人やってきて俺に何か話しかけるが、警官の言葉は俺の耳に届かない。それからどうなったのかは思い出せない。気がついたら駅前の交番で寝ていた。だいぶ飲んだの？年かさの警官が聞いてくる。俺は何をどう答えていいのかわからず、しばらく頭の痛いふりをしていたが、昨晩のことを正直に答えると薬の使用を疑われるんじゃないかと思い、無難に答えておいた。それからしばらくはあのおっさんが頭から離れず、一人でいるのが怖くて友人の家を泊まり歩いていたが、あのおっさんは現れなかった。それから十数年経った先週の土曜日、あの日以来というわけではないが、久しぶりにあの前走へ行き、朝まで打った。始発に乗って帰ろうと思い、駅へ向かって歩いていると一人の若い男性が暴れていた。うっせえんだよ。ついてくんじゃねえよ。クソが。周りには誰もいない。一人で叫び、暴れている。まさかと思い、逃げるように駅へ向かった。若い男に殺されたのか何なのか。おっさんは今でも誰かを探している。お姉さん。俺のおばさんから聞いた話。おばさんが一人暮らしをしている息子から変な手紙をもらった。いかうろ覚えだけど内容。おいで、おいで、おもちゃもあるよ、お菓子もあるよ。子供の頃家の階段でお姉さんがよく僕を呼んだ。2階に上がり、お姉さんと絵を描いたりした。お姉さんが描く絵は首吊りとか晒し首とか、不気味なものが多かった。家族で食事している時、お姉さんは食べずにずっと立って笑っていた。ある日外で遊んでいると、家の床下の風を通す四角い穴から、お姉さんが笑いながら顔を出してた。あんなところで何をやっていたんだろう。お姉さんに会おうと2階に上がり、ドアを開けかけたらお姉さんは着替え中だった。お姉さんの体はところどころただれていて出来物だらけで、何かの病気を患っているようだった。お母さん、あの女性は誰だったのですか？おばもおじも、息子は大学生なのにもうボケたのかと笑った。息子に電話をし、あんた、うちには私しか女はいないじゃないの。と言うと息子は、え？ザザッ何？ザザッごめん聞こえなかった。で、思い出した？今ちょうど家にお姉さん来てるんだけど。ブツ。電話が途切れた。血の気が引いたおばは急いで息子の家に行ったが、息子は近所の公園で焼身自殺をしていた。おばから、あんたはこの家で誰かに誘われても絶対相手しちゃダメだからね。と怖い顔で言われました。それからできるだけおばの家には行かないようにしてます。駐車場の暴走車。高校生の頃から現在に至るまで様々な仕事を経験してきたのですが、何度か不思議な体験をしています。今回は警備員時代に経験した話です。今から20年ほど前、某商業施設で警備の仕事をしていました。冬のある日、店内を巡回警備していると警備本部から無線が。どうやら屋外駐車場で車が暴走しているとのことだそうで、慌てて近くにいた後輩を連れて現場へ急行してみると、白の軽自動車がぐるぐると円を描くように暴走しており、その異様な光景を目の当たりにして、二
二人とも口をだらしなく開けてポカーンな状態。寒風吹きすさぶ広大な駐車場に、アスファルトとタイヤが擦れるキュル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 、という音だけが鳴り響いていました。幸い営業開始してまだ間もない時間帯で、なおかつ平日だったので駐車場もほとんど埋まっておらず、800台ほど入る敷地で駐車率は 10% ほど。暴走車は他の車に衝突したりすることもなく、壊れたラジコンのように同じ場所で延々と回り続けていました。その商業施設は山間部を開拓してできた場所にあり、一言で言うとど田舎。週末ともなると、車高を低くしたりマフラーを極限まで伸ばしたような改造車、いわゆるヤン車がよく来店するような、正直あまり上品と言えない客が頻繁に訪れる地域にある勤務先でした。なのでそういった粗暴な客とのトラブルは日常茶飯事。今回もそんな連中が酒でも煽った状態で運転しているんだろうと高をくくっていたのですが、近くにいた屋外駐車場担当の同僚に、ヤンキーか?と尋ねると、不安を隠しきれない表情で無言で首を横に振って、誰も乗ってないんよ。とぽつり、え?と思って安全な距離を保ちつつ、運転席を覗き込んでみると確かに無人。後部座席にも人の姿は確認できない。サイドブレーキのかけ方が甘いと無人でも動くことがあるからきっとそうなんだろうなと考え、とりあえずナンバーを確認して本部に状況を報告し、店内アナウンスで所有者を呼び出してもらうことに。そして動揺している現場の同僚たちを落ち着かせて、暴走している車のいるエリアに来店客を誘導しないよう指示して、通常業務に当たらせました。しかし待てども所有者が来ない。本部に再度問い合わせても該当者がまだ現れないと告げられ、警察にも通報済みだから到着するまで待つようにとの指示を受けその場で待機。その間も暴走車はぐる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 と止まることなく、コンパスで円を描くように回り続けています。私と後輩は雪がちらちらと舞う駐車場で、狂ったように回り続ける車を鼻をすすりながら、ただ呆然と眺めることしかできませんでした。何分ほど経過したでしょうか、しばらくすると遠くからパトカーのサイレンが聞こえ、車道で誘導に当たっていた同僚から、警察が到着したとの無線が入りました。やっと来たか。前日まで風で寝込んでおり、病み上がり一発目の仕事でこんな面倒くさいトラブルの対応を任され、まだ午前中だというのに疲労困憊な状態だったので、私は、ほんと月曜から勘弁してくれよ。とぼやいてその場にしゃがみ込んでしまいました。と、次の瞬間、キキッと大きな音を立てて暴走車が止まったのです。まるで運転席に誰かが乗っていて、急ブレーキを踏んだかのように。あまりに突然の出来事だったので心臓が止まりそうなくらい驚いて、しゃがんでいた私はバランスを崩し、そのまま尻餅をついてしまいました。怖っ。先ほどまでの暴走が嘘のように、電池が切れたみたいにピタリと止まってしまった車を眺め、後輩がぽつりとつぶやくと、それを聞いた私も急に怖くなってしまって、気がつくと車が暴走していた時より離れた場所に立ち尽くしていました。その後警察の到着とほぼ同時に本部から上司がやってきて、警察の対応に当たってくれたので、私と後輩は店内の巡回警備へと戻ったのですが、もうその日は頭の中が仕事モードに戻らず、まさに心ここにあらずという感じで勤務を終え、本当に長く感じた一日でした。肝心の暴走車の所有者ですが、隣県在住の20代の女性で、警察到着から約1時間後、トイレの中で大量の薬物を服用した状態で発見されました。発見時にはまだわずかに意識はあったのですが、2日後に治療の甲斐なく息を引き取ったそうで、なぜわざわざ県をまたいでまでやってきてあの商業施設を選んだのかは不明です。結局、車が暴走した原因もただの故障ということで片付けられました。車内には本人が書いたものと見られる便箋が何十枚と散乱していたようで、彼女が発見される数十分前に、警官が窓を割って車のドアを開けた際、上司の足元に何枚かが風に乗って飛んできたそうです。あれから数日経過し、事件のことも自分の中で整理でき始め、日常を取り戻しつつあったある日の待機時間に、上司と後輩が思い出したくもないあの事件について話していました。私は一日も早く嫌な出来事は忘れたかったので、いつまであの話してんだよアホか、と内心馬鹿にしつつ会社への提出書類をまとめていました。
一緒ですか？車内にあった便箋の話を聞いた後輩が、興奮した様子で声を上ずらせながら上司に尋ねました。車内にあった便箋の話を聞いた後輩が、興奮した様子で声を上ずらせながら上司に尋ねました。コーヒーを飲みうんとうなりながら、一緒とは違うなぁ。と、上司。聞く気はないけど間近でそんな話をされたら嫌でも耳に入ってしまうので、さっさと答えてこの話題やめてくれよと、はっきりと答えない上司に内心イライラが募って仕事が全く手につきません。後輩ももったいぶる上司に私と同じ感情を抱いているようで、矢継ぎ早に質問する声から苛立ちが伝わってきます。一緒じゃなかったら何なんですか？なんとか答えさせようと食い下がる後輩に根負けしたのか、深いため息をついて上司がぽつりと一言。大きな丸が一個、ペンで書かれてた。それが何十枚。次の瞬間、私の頭の中に、冬空の下で無人でぐるぐると円を描き回り続ける、白の軽自動車が頭に浮かびました。あの暴走車はただの故障だったのでしょうか？あれから20年ほど経った現在でも、自分にはどうしてもそうは思えないのです。